と思ってます。ここは僕がいつも夜ワーキングエリアです。もうこれこんなことやってるからやっぱりね、ライブの前はここでこの、ね、鍵盤ピアノのこういうのを見てね、こうほらあそこの全部建物のところも全部鍵盤でできてますから、言ってみたらあの地面とかも全部鍵盤ですから。地面鍵盤なんすか、あれ。これあれだよ、音鳴るから。あれ、鳴らない。本当だ、はい、そこだけなんですか、押せるの。壊れてるっぽい。おいこれでちょっとテンションを上げてね、ライブ前に俺一人でここ来てる時も一人でここ鳴らしてとりあえず来たら一人でここ鳴らして夜中の2時とかでも鳴らしていくそうそうそう、ここでね。これは知らなかった。そう、サービスエリア来るとここが一番好きです。音楽のね、何の、はい、今日大阪で泊まって明日大阪のアコースティックライブ楽しみですね。僕はねもうギターがあるからもう怖くて怖くてしょうがないですよ。でもここ通ってきたの花松なんですか。綺麗ですね、中が。新しい。これもピアノの鍵盤。ああ、使えるピアノのグランド。すごい詳しい。毎回通るたびに。はい。ここでテンション上げていく。いやもう今さ、だってさ、みんながさ、これさ、弾けてさ、やったらここで一気にできちゃう今日演奏できちゃう、人が集まってる。すごい、人集まってた感じは。もうやってるっす。音出したい、音マジもうやってるっすよ。だってさ、来ちゃうんだよ。もうもうもうすごい、あ、いい音。ドラムもできるんだね。なんだこの絵は。なんかすごいことになってるのがちょっと聞いていいですか。終わるよね、はい、絶対に。もうだってみんなのおもちゃだもん。すごいことになってるこれ。いいのことだな。一体何を弾いてるんですか。まさきさん何を弾いてるんですか。あ、聞こえないか。
あ、本当にすごいよ。今何を猫ちゃん。それしか知らない。ですよね。それしか知らない。なんか小学校の時それだけは知ってる。綺麗な音。綺麗な音なのか何なのか。これはちょっとピアノちょっとびっくりした。お、なんかいろいろ、あ、こんなのいいよな。欲しくなるよね、こういうの。やっぱり欲しくなる。いくらぐらいだろうな、まあ、こういう、こんなの高いだろうな。こんなのすごい。これですね。ゴムだもん、ここ。え、なんか不思議。おっと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 。これ商品としてじゃないですかね。か、なんですか。商品ですか。商品ですか。でも高いとか100万はするんですよ。はい。汁物欲しくなかった。しかもこれ冷たいんで。なんかこれちょっと冷たいかもしれないです。これは美味しいです。本当？お風呂はすごい、湯気が出てる、湯気が白滝。これなんすかね。すごい、ナルト。ナルト、すごいね、これ、何これ。これでも目が大、あまり変わんなくないですか。うん、そうだね。でも美味しそう。美味しそう。なんか分かんないです食べ方がやっぱり潰すね。これでも何気にあれだね。これスープ飲むにはさ、紙コップ必要。え、そうか、そう、うん、あんまり面白くない、うん、確かに。あとフリーズ音形が最近低いんですよね。あの時大丈夫です、食べてみて。Thank you.